元気を出そう妙高。妙高三大祭りのラストを飾る新井祭り、いよいよ開催です。妙高ニュースの時間です。カレンダーは7月から8月に変わりました。8月といえばこのお祭り。第38回新井祭り。今年は8月5日金曜日と6日土曜日に行います。1日目の前日祭では、夕方から恒例の綱引き大会のほか、ナイトバザール、ほろ酔い横丁、そして歌と踊りのなりきりステージを行います。歌と踊りのなりきりステージでは13チームが登場します。どんなステージになるか楽しみですね。そして2日目の本祭り、こちらは午後1時のちびっこ路上スケッチからお祭りは開始です。地元保存会による樽太鼓、時和保育園個体パレード、新井小学校と新井中央小学校のマーチングパレードに続いて、長さ80メートル、重さ1トンの大綱担ぎが行われ、新井中学校の神輿と樽太鼓演奏が会場を盛り上げます。お祭りの最後は夜7時からの大民謡流し、1時間半にわたって新井囃子を踊ります。また会場には午後1時から屋台村が開設されます。ご家族、友達とゆっくり祭りをお楽しみください。なお、祭りの期間中は交通規制が行われます。交通規制の詳しい情報、そして祭りの日程などは7月25日号のお知らせ版をご覧ください。今回の妙高ニュースは、アパリゾート妙高が恋人の聖地に選ばれ、そのモニュメントが完成した話題。うちえこでは賢いエアコンの使い方を紹介します。それでは市内で行われたイベントなどを紹介する市内の出来事からご覧ください。ここでは市内の出来事をお伝えします。妙高パインバレーの展望台が恋人の聖地に選ばれました。妙高地区桶見のアパリゾート妙高パインバレーの展望台が、 NPO 法人地域活性化支援センターが展開しているプロジェクトで、恋人の聖地サテライトに選ばれました。これは少子化対策と地域の活性化への貢献をテーマに実施されています。国内外の観光地域の中からプロポーズにふさわしいデートスポットとして100カ所以上が選ばれています。妙高パインバレーでは今回の選定を受け、記念のモニュメントを建設していましたが、今回これが完成し、記念の除幕式が開かれました。おめでとうございます。モニュメントは白を基調としたデザインで、ハートを形取ったオブジェと、その下に鐘が飾られています。また周りは花壇となっていて、彩りを添えています。除幕式ではアパグループの元谷俊夫代表、元谷文子社長をはじめ、来賓として出席した市川副市長などが挨拶した後、パインバレーを訪れていた新潟市のカップルが、記念すべき第1号としてハート型の南京錠をかけました。本当に初めてということで、第1号、記念すべき第1号にしていただいて、非常にありがたいなと思いました。このようなセレモニーに参加させていただいて、しかも第1号で鍵の方をかけさせていただいて、まあ、心新たに、まあ、幸せになりたいなっていうのがさらに強まりましたね。今日は皆さん人が多いので、今度はやっぱりこっそり、はい、2人で来たいと思います。そうですね、待ってます。今回恋人の聖地に選定された妙高パインバレーの展望台は、ホテルやチャペルといったパインバレーの施設が一望できます。また、天気の良い日は、
三代鉱山や黒姫山を望むこともできます。展望台から遊歩道が伸びており、高原の小道を散策することもできます。素晴らしい恋人の聖地に認定していただいて、やはりこれが起爆剤になって、さらにね、全国からまた世界から恋人の聖地としてもうすごくこう喜ばれて、アパのここが本当に素敵な場所になるように願っています。真夏の太陽が照りつける中、影虎物語山城の陣が盛大に行われました。7月17日気温30度を超える天候の中、夏の恒例行事となった妙高山麓時代祭り、妙高影虎物語山城の陣が行われました。催しは道の駅新井、飛騨歴史の里、鮫川城跡、西城城跡、鳥坂城跡、猿橋城跡の広範囲にわたって行われました。12時から行ったのろし上げリレーでは、鮫川城跡のほか3つの山城跡から見事にのろしが上がりました。また飛騨歴史の里では、地元の方が用意したちまきや笹寿司、そのほかジュースや焼きそば、かき氷の屋台も並び、メインイベントである影虎を忍ぶ宴の準備は万端。上杉謙信の跡目争い、お盾の乱で養子の上杉影虎が自害したと伝えられている鮫川城跡。影虎を忍び、地域に残る歴史を後世に伝えていこうというのが妙高影虎物語山城の陣です。続きまして、岡本萌香さん。道の駅屋内で行列を披露した甲冑隊の一行が会場に到着しました。今年影虎役を演じたのは猪山の尾崎直也さん、そして妻の家計員役を演じたのは尾崎さんの妻七重さん。お二人は今年6月に結婚したばかりです。さて感想は。じゃあまず影虎役を、すいません今本番中。本番。緊張したところもあったんですけども、なんか大変まあ光栄に思ってます。いい思い出になりました。ありました。とても綺麗だなと改めてまた、はい、思いました。はい、はい、見ていかがでしたか。改めてついていこうかと思います。はい、じゃあでも言うね。この他、甲冑隊、腰元などの役には飛騨北小学校、飛騨南小学校、飛騨地区の皆さんが演じ、約40人が勇壮な時代行列を披露しました。この後、影虎軍へのお祓いを行う終罰式を実施した後、影虎を忍ぶ宴が賑やかに始まりました。出演団体の皆さんです。最後は飛騨地区に伝わる地域の歌、飛騨村歌を実行委員会と会場の人で合唱し、
1年に1度の掛け取ろうしのぶ宴は幕を閉じました。いざもろともに努めばや。はい、どうもありがとうございました。